こんにちは、まい先生です。今日は演奏するとき、最初の音の前のところを必ず拍子を数えて弾きましょうというお話です。これどういうことかというと、拍子というのはずっと電車のレールのように敷き詰めてあって、ずっとそこに存在するものなんですよね。ですから、拍子がずっと連続しているところの途中から音楽が始まるというふうに思ってみてください。拍子を数えないで弾き始めるところから数えようと思っても、これは唐突になってしまうことが多いんですよね。例えば準備をしていてこう弾いてしまうと、本来の拍子の重さの変化はうまく出せないんですよね。例えばこの3拍子にしても、他の4拍子にしても、4小節1単位で進んでいく音楽が多くありますが、そういう場合は1小節目、2小節目、3小節目、4小節目の1拍目の重さというのはそれぞれ違うんですよね。大抵4小節だと4拍子の重さの変化のように1、2、3、4とこんな風に進んでいきます。1、2、3、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 4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そうするとこの1拍目の重さが1、1、1、1、1と、それぞれの重さの変化が今どのタイミングかということを分かりながら演奏することが大切になってくるんですよね。最初に1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、こんな風にすると2小節目の1拍目がきちんと重さの変化をもってして出力することがしやすくなるんですよね。これ1拍目が1、2、3、1、2、3、同じところに同じ重さで戻ってきてしまっては、とても運動的な音楽になってしまうので気をつけてくださいね。そのために1小節目より前の拍子をきちんと4小節分ぐらい数えてから入ると、とてもスムーズな演奏になります。1小節の中の拍子の重さの変化だけでなく、拍子が連続していく上で1拍目の重さも次々変化していくんだということをしっかりと心に留めて、1小節目より前のところをしっかり拍子を数えてから弾き始めるようにしてみてくださいね。今日は演奏するときには拍子を数えてから弾くということをお話ししました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。